はい、はい、では昨日の深きの雛を連れていきたいと思います。はい、ナッチします。これナッチだよな。そうだね、黒い布をかぶせてさナッチよっ、てしまうか。よし、昨日は6話ほど、うんうん、すごいいっぱい、あ、羽毛がすごい、あらすごいな。首は治ったかな。おはよう。あ、首が治ってる、よかった。おう、よかったよかった。ピヨ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 。35番。昨日ね、この子はね、あの卵の殻のカーブにね、うん、首が固まった。あ、大丈夫そうだ。この子か。そう。おはよう。なんかみんな首はいいか、きつくないか。よいしょ。いいね。お、いや、あれ、あと1話。5か。あれ5だ。あ、いた、ごめん、忘れてた、ごめんね。あれ、適当に。え、なんかこの子首変じゃない、目が開いてないじゃん。開いてない。開いた。でも閉じちゃうね。閉じちゃうね。首が変な子、この子じゃない。かな。かな。あれ違うな。首上向き、あ、はい、あ、これか。うわ、さっきの俺が本当に言ったやつでしょ。あら。じゃ、なんか別の子が。大丈夫かしら。この今の見た目的にはちょっとふかふかで気持ちよさそうなんだけど。違うんですね。うん。でも閉まってるわけじゃないでしょ。そうね。目は開くんだけど閉じちゃうのね。見えてるかい。ごめん。お、大丈夫？急に元気がなくなった。あ、開いた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 。よかった。寝てた。あ、ごめん、寝てた。寝てた。ごめん。完全に寝てた、ね。ごめんなさい。目がパチッとしてる。開いたね。寝てる人の目を頑張って開かせようとしてた。ごめんね。ということで連れて行きましょう。よいしょ。さあ、無限の世界へ。うん。無限の彼方へ、さあ行くぞ。よし、お、あれよ、うん、熱い。足つぼ、足つぼ。うん、これは熱いな。よいしょ。このまま置いといたら湯だっつって。うん、そこに置いといた手袋がすごいことになっている。この短時間で？そう。すげえな。柔らかい。ふにゃふにゃ。よいしょ。いや、でも本当に今日は暑い。暑いね。皆さんもご注意。本当に。これからでもこんな日が増えるんでしょうけど。毎日がこんな日になるんでしょうけど。うん。最初はきついよ。慣れかな。俺も新しいつなぎ買おう。あ、このアイスを失ったから減速した。では、よいよいよよよよよよ、暴れてる、頑張ってるね。ごめんね、暑いかい、怖いかい。そういえばさ、昨日連れてった子たちの足バンドってまだ取らん？うん、うん、まあいっか、まだいいと思います。全部まとめとっちゃうか。昨日だもんね。ん？昨日連れて行って、
うん、まだいいのではないでしょうか。一軍たちは連れてきて次の日取って、あね、なんかそれも前決めなかったよね。翌日に取っちゃうんだっけ。なんか重たい日なって足が、ね、外した途端に開いてるイメージがあるのでちょっと怖いよね。なんで泣いてんの。入れなくなったかな。めちゃくちゃ元気。いや、いない。まだいいと思います。でかいし、今たちが、はい、新しい世界お元気、元気だね、はい、元気、めっちゃ元気。先住民の方がビビって、はい、いいね、こんないっぱいいるとね。よいしょ、はい、すごい、今のバーゲンセールだ。重し置いといた方がいいかな入っちゃうかな、ね、この調子でドカーンって。もしもし、どこだ、どこ、もしもし、もしもし、あった。今日じゃ暑すぎる気がする。うん、朝31度。やっぱあの子首が、うんうん、まあやってんな。治ると思う。目が開いたし。いや、あれはね、出ただけなんですよ、きっと本当に。もうひなのうちの昨日おかしかった子も治ってるし、うん、まだ大丈夫じゃないでしょうか。すごいパニックになってる子がいる。34番、パニック、パニック、かわいい。34、いい。34って昨日連れてきた人でしょ。いや、違う、今連れてきたよ。もう立てんの。うん、あ、痛い。あ、痛いよ、君。すごいね。今かわいいって言ったのは先輩どれが偵察に来た。ダメなんだ、みんなで偵察に来てる。人間不信はどうだった。ちっちゃいから怖くないんじゃん。お団子だあ、バーゲンセールだ。怖いのかしら。え、先住民がビビってる。いや、今連れてきた子がパニックになって、あー、かわいい、ビビってるね。ね、だっていつの間にかこんなに人が、もう環境が変わったから。まだ大丈夫なんじゃないですか。はい、よし、よいしょ、は
はい、ひなのお引越しでした。はい、今後のひなの成長に期待。またね。じゃあね。